強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。パンチの今日は女子プロレスラーチャンピオン井上京子さんのお店赤いよね。ダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。もう試合が終わればバスで次のところに移動、はい、試合が終わればその時のあの移動、マッサージだあれ買ってこい、あれだろうっていう、はい、で今みたいにきちっと給料なんかもないし、あれ今月もらってない、あ先月ももらってないねって言って、先輩が紙に1万円とか書いてこれなんか買ってこい、それまずあれもしかしてパンサーの話じゃないですか、10万円とかそんな家に入ってた。あれ、それはパンツさんのところのことだな。そしてデビューを飾ったという。なるほど。それを経てデビューしたというってどんな気持ちですか。もうね、実は、もうデビューが嬉しいとかも全くないです。もうとにかく、自分の試合終わってから先輩の用事が大変だったので、もうなんだろう、これデビューしたやったぜみたいなのもなあんまり覚えてないです。世界一強い女になりたいと思って山形から出てきたんですけど、もう体力的には絶対負けないと思ってるけど、やっぱりもうプロレス全然違くて、もう1日目にもうバーンと鼻をへし折られるわけですよ。から投げられて、100発投げとかっていうのなんですけど、バーッとかやられて、もうそれ毎日毎日やられるので、もう私もいつ逃げてやろうかなと思ってましたけど、まあのデビューよりも、でもその時はあんまり自分のことは考えてないです。この終わってから先輩のガウン出さなきゃとか、先輩のセコンドつかなきゃみたいな感じの。パンさんの一回解説に来てください。一回目ところじゃないか。解説、テレビ撮りの解説に来てくれて。あ、そうですか。ちょうど今も覚えてるんですけど、その時、あの、私が全日本女子プロレスっていうところ辞める辞めないの時だったんです、その時は何でもいいってデスマッチみたいなやつで、あの、相手チーム、うちのチーム、アジャコング選手が消火器を撒いてしまって、わーってなって、その時のちょうどゲストで、パンさんもう全然喋れない。全然喋れなかったんですよ。そうそう、アジャコングさんと思い出しましたけど、京子さん、太田国立体育館で2階からアジャさんと2人がダーンと落ちてきたの、あれはすごかった。 あとはあれ川崎ね、いや川崎じゃないよ、太田、川崎は電流爆破マッチだもん。電流爆破です。電流爆破マッチされてるんですか。一番この女子プロレスにね、が華やかな時だった。ただその前場の社長がなんかいろんなことやっちゃって手出しちゃってさ、あの事業に給料未払いで、ジャイアンツがなくなっちゃったようなもんよ。あ、そんな大きい団体というか。そうよ。そうですね。もう歴史のある、あのところがそうなってから、ネオレディースっていう団体を自分で作ったんです。あ、ネオレディース、え、井上京子さんが作られたんですか。はい。田村さんとかタニーさんも。そうですそうですそうです。この団体の。あ、そうなんですか。そうなんですよ。はい。一番考えてたことですから。あ、はい。なるほど。リングでも話してましたけど、このプロレス何年になるんですか。33年目だって。33年目。すごいですね。やばいですね。やばいですね。人生ほとんどプロレスラーです。ある程度いい景色のところに来たなっていうのは何年目、何の試合ですか。全然ないです。一応その赤いベルトっていうスリダベレー世界シングルチャンピオンっていうのがみんな目指したベルトなんですけど、一応ねそれを取ったからって実は、なんだろうな、頂点っていうことではないんですね。実はその、まあ実力的には一番なんですけど、その時あの年間300試合ぐらい、250から300ぐらい試合があったんですよ。チャンピオン光んなきゃいけないし、お客さんに一番すごいって言われなきゃいけないし、その人がチャンピオンの時はお客さんを入れなきゃいけないし、なので私がチャンピオンだった時にお客さんが入んなかったっていうと看板選手が、ってことじゃないですか。ブルナカの選手がチャンピオンだった時はめちゃくちゃお客さん入ってたなとか、だからいろんな戦いがあるんですね。いやこれはね、千代の富士も言ってたよ、横綱っていうね、あところに上り詰めてみたい、どんな景色なのか、どんな景色なのかって言って山のてっぺんに登って見たんだって、
そしたらね、後ろは崖だったんだって。うん、だからおーじゃなくて、はい、おーって後ろの壁。そういうやっぱり中でやってたんだ。自分の時はすごくやっぱ強い選手がいてくる中のサンジャコングさん、豊田真奈美さんとか、うん、太田さんとかも全然勝てない選手が上にいっぱいいて、うん、その中で一番年下だったので、うん、なかなかベルト調整しても取れない取れない、うん、取れないっていうもどかしさがあって、うん、やっとチャンピオンになれたのは本当全勝っていうその団体辞めるぐらいの時だったので、はい、ああ、うん、そうですね。まあまあでも嬉しかったですね。その時は いっぱいタイトル取られてるじゃないですか。そうですね、うん、はい、その中間のタイトルはいろいろ取ってですね、三冠統一みたいのも多分私しかして、うん、してないんですよ。うわあすごい。じゃあ本当にもう最強の女子プロレスいやそうだよ、うんうん、ありがとうございます。三冠王プラスあのトリプルスリーじゃないけど全部トーナメントみたいなもんだよ。最多勝もそういうこと全部みたいなもんだよ。私がそのプロレスラーになりたい理由がその世界一強い女になりたいと思って出てきたので、はい、なんだろうやっぱり舐められたくないっていうか、なのでやっぱり試合見てる男の子たちが、うん、あのこれぐらいだったら勝てるよって言われるのがすごいやっぱ嫌なんです、うん、でもやっぱプロレスは今もういろんなプロレスがあって団体がもう今多分ちっちゃいのも入れたらもう50とかぐらいあるんですね。そんなにあるんですね。その中でやっぱりちょっとうちはもうその、うん、まあ言い方がちょっとなんだろう、うん、みんなが誤解しちゃうかもしれないけど、うん、本物を目指そうっていう本物を目指すプロレスっていう、うん、ちゃんと道場を持って練習して、はい、鍛えた子たちだけが上がれるリングにしようみたいな感じの一応コンセプトにやってるんです。この間は見に来てくださってる後楽園は、はい、いろんな団体が出てるの、うん、出てくれてるので、はい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 、なんかいろんなタイプ の、うん、女子レスラーがいっぱいいたって。なんかちょっとホームページ見させていただいて、うん、なんか正規軍とヒール軍が一つの団体にあるじゃないですか。そうですね。あれって、はい、今なんか結構 ベタというかプロレス団体ではそんなよくあることは ありますね。あるんですか。ありますあります、うん、その所属してた前いた前場の時なんかは、はい、4つぐらいグループがあったりとかして、だってそれの方面白いじゃん。だってバイキンマンがいるからアンパンマンが光るでしょ。なるほど。ずるいドキンちゃんがいるからまた面白くなるんじゃない。みんなジャムおじさんとさマタコさんだったらさそうそうそうほらなるなるなよ。確かにそれはそうですね。いろんな人がいるからいいんだよ。あそうそうか、うん、なんかその時はその年間250くらいだったので、はい、客さんを持ってるよりも、はい、なんだ勝った負けたっていうよりもその日でもう消化しちゃうんですね自分たちの気持ちっていうのは、うん、明日頑張らなきゃいけないから、うん、明日終わっても控え室でどうもみたいな、うん、じゃあありがとうございました先輩に挨拶行くしみたいな感じなんですけど、うん、本当にすごく仲悪い人たちとかいて、うん、ちょうどその時代にいて、はい、古中野さんとアジャコングさんっていうのが分かれちゃう。本当はもともと一つの悪役だったんですけど、はい、分かれちゃうときだったんです、うん、もうその時ブルーナカノさんについたんですけど、はい、もう毎日その戦いが面白いところで毎日メインだったんですね、ブルーナカノとアジャコングっていうのがあって、うん、タッグだから必ず私もメインにまだ下っ端だったので出なきゃいけなくて、うんはい、もう毎日殺されるかと思いました。もう2人がガンガン本気でやるんです。なんかトイレの動線とかもちゃんとしないと、ね、もうお客さんみたいなところで喧嘩になったりするので、ね、ビリビリしたさ、うん、本当のその戦いをさ、うん、一緒にやれてた経験できたって言うんだから、うんうん、いやこれはすごい。いや本当にその時は怖かったです。本当に毎日逃げようと思いました。5時ぐらいになるともう怖くてしょうがなかったです。試合始まるプロ野球だってさ今なんか仲良すぎちゃうんだよ。まあ今ね国際試合なんてありますから、なんかさ、ね、やっぱりチームの中でもさ、うん、あの先輩とあの先輩があったらあるよ。終わってからも暴れまくったりとかもうセコンド押さえるのもひどかったね、うんうん、ぐっちゃぐちゃですもん。そんなのが舞いちゃうんですよ、僕この人は体力持ってたと思いながらその後みんなおっしゃいごちょごちょって先輩たちを引かせていいんですが、そっから、はい、そっからまだ信じちゃったのリング片付けなんですよ、うん、ああなるほどなるほど。そう毎日じゃあコング選手にぐちゃぐちゃやられて泣きながらリング片付けしてくれる。年齢的にもね、うん、お姉さんになり、うん、気をつけて、ね、お姉さん、お姉さん、いや、すごいすごいっていうのか言うんだけど、うん、僕以上に吉岡さんは、うん、もうピークなんていう言い方はすごい失礼なんだけど、うん、すっごい京子さんを知ってるわけよ。でも今やっぱり少しスタイルを変えてきてっていう部分ももちろんあるわけですよね。そうですね、やっぱできなくなった技とかもいろいろありますし、うん、もともとこの技ができなくなったらプロレスやってる意味ないからやめようと思ってた技もあるんですよ、はい、なんですけどそれできなくなってからあこんな風にプロレスも楽しめるんだなっていう風になってきて、うん、どっちかだと思うんです。もう、うん、すごくいい時にやめるか、うん、もうなんだろう
どこまで頑張れるかみたいな感じなんですけど、うん、もう私が頑張ろうと思ったらもう中堅まで来てたので、はい、ここでやめても中途半端だなと思って、うん、もうあの今階段も登れないぐらいの状態ですけど、まあやれるとこまでやってみようかなと、うんうん、そんな状態ですね。パッパパーパッパパパーパッパパッパパパッパパー、かき打ったパンチ打った、大きい大きい、入るか、入った、ホームラン、サヨナラゲーム、本日はこれにてゲームセーブ、グッゲームグッゲーム、本日は宇野山本そしてパンチ佐藤のためになんと112万5000人の皆さんありがとうございました。また次回もお楽しみに。わー、髪吹雪が2センチ2センチ小さくしてきてよ、塊が塊がうまく巻いてくれよ。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナマイ、ダイナマイ、すごいですね。やばいです、人生ほとんどプロレスラーです、うんうん、ビッグリバースですよ、今。いや、本当に。いや、いや、いや、こういうギャグなんですよ。というわけです。あの、宇野カードはご存知ですか？うん、なんかこういう色のやつ。あ、そうです。そういうね。リバース？リバース、そう、リバースです。で、ビッグリバースとか。あ、ビッグリバース。あ、それワイルドカードですね、とか。そういう、そういう、そういう、おやつのやつ。あ、わかりました。はい、早く分かってください。あの我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですよね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんですよ、うん、で、そこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録、うん、終了でございます。わからないときはですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。